はい、ガレットサッツ、ガレットサッツという、バーに到着しました。はい、ここね地元の有名店なんですよね。鶏のハツ、鶏の心臓かな、鶏のハツと若鶏の、まあ、なんつうかね、もう原型一匹もんみたいなのが、有名らしいです。はい、これから、ガレットサッツ、行ってみようと思います。肉焼いてますね。めちゃくちゃ肉焼いてますよ。あ、美味しそうですね。はい、めちゃくちゃ混んでます。外にもねスタンディングのお客さんいるし、中もねすごく混んでます。はい、メニューを見ます。どれがいいのかな。はい、メニューをねちょっと見てるんですけど、これがおすすめだみたいなこと言われたんですよ。ちょっとね、まあイングリッシュなんで、イングリッシュだよな。これか、何なんだろうな。ちょっと翻訳で訳してみてから頼もうと思います。あとガーリックブレッドだったから美味しいって話なんで、ガーリックブレッド、ガーリックブレッド、デザートがありますね。こっちはウイスキーとか、いろいろありますね。カクテルみたいな、イギリスのマークついてますね。イギリスのマークついてるな。ハロー、オブリガード、オブリガード。はい、美味しそうに肉焼かれてますね。肉が焼かれてます。はい、まずはねちょっとメニューをちょっとメニューを翻訳してちょっとオーダーしようと思います。はい、はい、今注文しました。鶏の心臓を頼みました。迷ったんですけどね、チキンと、チキン、ガーリックチキンと迷ったんですけど、鶏の心臓にしました。はい、店はこんな感じです。外にはスタンディングのお客さんもいっぱいいますね。中はねこんな感じで、そんな広くないですけど、めっちゃ混んでます。目の前でね調理してくれてます。あれをぐるぐる、まあ、シュハスコみたいな感じですかね。はい、はい、到着を待ちたいと思います。はい、めちゃくちゃ美味しそうな鶏のハツが来ました。これはすごいですね。大量ですよ、大量ですよ、大量の鶏ハツです。リオデジャネイロ、ブラジル。これ一人で食べる量じゃないですよね。相当鶏ハツが好きな人じゃないと、これ一人で食べれないと思います。普通の人は、僕は食べますけど、うまい。Thank you.
何個あったんですかね、50個ぐらいあったのかな、なんか多分50個ぐらいありましたね、これ普通の人は5個ぐらいでおそらく満足ですよね、おそらく50個ぐらいあったと思います、めちゃくちゃうまいです。塩分取りまくります、脳卒中まっしぐらですね、はい、塩かけまくりでいっぱいかけたら美味しいんでね、おいしい。やっぱブラジルは肉ですね。肉。約50個の鶏ハツ完食しました。バターとニンニクがすごい。もうこの下のティッシュとバターでびっちゃびっちゃですよね。めちゃくちゃ美味しい。やばいこれ。でパンもねとろけるぐらい柔らかいんですよ。うまい。Thank you.
ちゃくちゃ美味しいです。寝れなくなるぐらいすごいニンニクです。バターがめちゃくちゃ効いててね。やっぱバター最強ですね。バターとニンニクのコンボは最強ですね。めちゃくちゃ美味しかったです。ブラジルリオデジャネイロに来た人はぜひとも食べに来てください。このガーリックブレッドが特におすすめですね。今口がちょっとヒリヒリしてます。いや、めちゃくちゃうまい。ごちそうさまでした。